ょちょん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 焼き芋食べたいわ。待って、団子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 、一旦待って、マジ新団子。うん、おいしいとか言いながらもう3口目もう食べてる。リアクションやね。皆さんおはようございます、ジャピさんでございます。なんかさ、すっぴん動画多ない私。ちゃんと準備してって感じやんな、すいません。今日はですね、私がトレーニング行く日のマイルーティーン的なものをご紹介していきたいと思います。運動する時間だったり、プロテイン飲むタイミングだったり、食事のタイミングとかお水の量とか、まあ、そこら辺をちょっとお話できたらいいなと思っております。で、実際ね、今からジムに行こうと思ってるので、準備しながらお話ししていこうと思います。ただいまの時間が、11時なんですけども、私はだいたい朝ごはんとお昼ごはんの間ぐらいの時間にジムに行きます。でね、なんかお昼ご飯って言っても決して12時ぴったしに食べるわけではなくて、だいたい食事4時間間隔でやってるんで、今日は朝ごはんを9時に食べたから、だいたい1時2時ぐらいにお昼ご飯を食べたいんですね。で、それを考えた時に、トレーニング直後に、ほんまに直後、ほんまに30分以内ぐらいに食べたりしたら、私はお腹が結構痛くなりがちやから、だいたいお昼ご飯食べる1時間半前ぐらいに終わる時間に行けたらいいなと思っている次第でございます。それぐらい。まあ食事を4回に分けて私は食べてるから、朝行けへんって時は2食目と3食目の間に行くことになるから、だいたい2時3時とかにできるだけ行こうと思ってますけど、もう全然行けへん時もあるし、なんなら夜ご飯後とか、まあ夜ご飯前とかなっちゃう時もあるんで、まあできるだけ食事からまあ1時間ぐらい間隔、今日は予定が全部お家で済んでしまうので、早い時間に行ってしまおうという感じでございます。で、この、私のルーティーンとか、まあ、やってることっていうのは、まあ、実際に大会に向けて減量してる私がやってること、結構マニアックになっちゃうんで、まあ、一般的なダイエットしてる人とか普通に健康的な生活を送りたいっていう人にとったらちょっとマニアックかもしれないんですけど、まあ、あくまで私のご紹介っていう感じで聞いてもらえたら嬉しいなと思っております。それでは喋っていくよ。だからね、ジム行くタイミングは特にそこまでこだわってないけど、食事からできるだけ開けたい。まあ、理由としてはシンプルにお腹の中に食べ物があると、なんか圧迫されててちょっと気持ち悪くなったり、動きづらかったりするし、まあ、シンプルにお腹の中に入ってる状態で全力出せへんっていうのが、まあ私なりの理由です。でね、よく PFC バランスを聞かれるんですけれども、私はもう食事を完璧にカンスケさんにお任せしてて、まあ、私のパーソナルと食事管理と見てくださってる、すっごいムキムキで、すっごい大きいけどめちゃめちゃ笑顔が可愛い私のトレーナーさんなんですけど、この時間にこの食材から何グラム取るみたいな感じで、本当に私に合わせた食事を提示してもらってるので、まあ、それをお伝えすることはできないんですけれども、トレーニングの強度によって PFC バランスが変わるんですね。例えば足とか背中の日とかやったら、特にエネルギー消費があるから炭水化物私250も取ってるんですよ。250って言ったらお茶碗普通に持ったん5杯分ぐらいなんですよ。めっちゃ食べるやんって思うやん。でも私基礎代謝が1300-400ぐらいあって、結構高い方なんで、そんだけの量食べても消費できて減量できてるですけど、私と同じ基礎代謝を持ってない人で、同じ身長で同じ体重やとしても、やっぱり基礎代謝ってもう消費してくれるそもそもの体の力が違うから、逆に体脂肪が増えてしまうっていう方もいらっしゃるので、 PFC バランスはご自身の体とご自身の基礎代謝と運動量に合わせて、まあネットとかで PFC バランスって調べたらすぐに計算できるのでやってみてください。逆にトレーニングオフの日は極端に炭水化物を減らして、1日100とかローカーボデーって言うんですけど、まあ、そういう感じでその日の消費エネルギーによってこう対応させていくっていう、結構特殊な減量方法をやっております。まあ、今日はね、私は下半身の日なので朝から結構食べておりますが、まあ、PFC バランスに関してはそんな感じかな。本当に人によって違うので、まあくまで私の例として聞いていただけたら幸いなんですけどもね、本当にそういう感じでお願いします。はい、でね、サプリですね。サ
プリはね一度紹介したことあるんですよ。トレーニング前トレーニング中飲んでるかっていうのは一度あの動画で紹介したことがあるんですけれども、ちょっと変わっておりますのでそちらもご紹介いたしたいと思っております。今日は炭水化物をお茶碗5杯分ぐらい取っていく日なので、さすがに私もお茶碗5杯分は結構きつかったりするやから、こういうね飲む炭水化物っていうのがあるのよ。えぐない？これねファインラボさんから出てるビターゴっていうのなんですけども、これがこの粉やねんけど水と溶かしてプロテインみたいに飲んだら、プロテインは主成分はタンパク質やん、これ主成分は炭水化物、炭水化物飲むんだって、驚きたまげるよな。これとこれはね、その前の動画でもご紹介したんですけど、ネイチャー館から出ているクレアチン。そしてもう一つこちら。これも前紹介しました PHD さんから出てる、これ脂肪燃焼サプリやねんけど、オールインワンプレワークアウトっていう、あのトレーニング前に飲むことで脂肪燃焼効果がめちゃめちゃ高められるっていうやつですね。これ飲んだらめちゃめちゃ私汗かきやすいなっていう印象なので、これはよーく飲んでおります。本当におすすめなんですね。こちらこれはねトレーニング行く30分前ぐらいにとって、お腹チャプチャプのままスタートせずにちょっと慣れたぐらいからスタートできるような感じで飲んでおります。これとこれとこれを3つ合わせて飲みます。これがねシャーベットレモン味でグレープフルーツ味で、これ無味やねん、だから普通に柑橘系のドリンクみたいな感じで全然飲めるから、これ全部合わせて飲みます。じゃーん、チャピさんのオリジナルグッズプロテインシェーカー、そこが丸くなってるからね洗いやすいね、天才的。失礼しました。本当に静かにしておくれよな。これをトレーニングの30分前に飲みましてですね、何回言うねん、さっきも聞いたわよな。トレーニング中は EAA を飲みます。ちょうど前まで飲んでた EAA がなくなっちゃったから新しいのあげよう。チュンチュカチュン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 チュカチュン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 、焼き芋食べたいわ。チェビさんのプロテインバーカウンターへようこそ。これにします。マイプロのラムネ味。プロテインとかこういうサプリ系、水どんぐらいで割ってますかってたまに聞かれるんですけど、水はゼロカロリーやからどんな分量でもいいと思うんですよね。濃いのが好きやったら水少なめにしてもいいと思うし、あんまり濃いのちょっとドロッとしてて気持ち悪いっていう人は割ってもいいと思うし、いやトレーニング中はね私これ 1.2 リットル入るリフトのシェーカーなんですけど、トレーニング中はマジでめちゃめちゃ飲みます。できたらトレーニング中だけで水分は1リットル以上は飲んでたい。有酸素とかするってなったらもっと飲むかな。まあ、1日私4リットルぐらい飲むんですけども、あくまでね減量中の私が飲んでる量やから、飲みすぎるとね逆にね体調不良になる方もいるかもしれないから、今日はねお尻トレの日なんですね。まあレギンス履いた方が結構なんかお尻プリッとしててなんかモチベ上がるんですけど、最近はね普通に寒いじゃないですか、体が冷えると関節温まりにくいからちょっと怪我につながっちゃったりするんで、スウェットパンツ、私の嫁にもらってスウェットを着いて上は長袖を着ようかなと思います。これはマイプロのやつですね。じゃーん、こんな感じですね。寒いからトレーナー着て行こうと思います。ほんでジムに持っていくものがですね、イヤホンでしょ、鍵でしょ、タオル、パワーグリップ、これは私はゴールドジムのメルカリで買いました。背中トレとか下半身トレーニングするときに使います。これはね何かと言いますと、こうやって巻きつけるんですよ。そしたらこうバーとか持ったときに何もせずにやったらこう滑り落ちちゃうんやけど、それをここで引っ掛けることで摩擦でこの握力を使わずにそこの攻めたい筋肉だけ攻めれるっていうやつですね。こういうのって結構トレーニングやる人が使ってるもんみたいな、ちょっとまあそういうイメージあるかもしれないですけど、逆にこれ使った方がやりやすかったり効きやすかったり、逆にあんまりトレーニング慣れてない方こそこういうの使った方がいいと思うよ。保湿クリーム、器具とか触ってると結構指乾燥してくる。こんな感じね、私手カサカサなんですよ。かわいそうでしょ、敏感肌なもんで。
だから保湿は結構私は欠かせへん。マスクの替え、これマジ大事。有酸素とかしても顔びっちょびちょになるから、帰り道ね、冷たいマスクしてるとね、もう顔が冷たーって寒いので、自分の汗でめっちゃ気持ち悪い話やろ。トレーニング中はこのバルザーリっていう、あのスポーツ用なんかな、めちゃめちゃ呼吸しやすいこのメッシュのマスク。帰りは普通に薬局で売ってるピッタマスクですね。そしてトレーニングシューズ、これは普通にアディダスのファルコンっていう、多分ファッション用のなんかな、よう分からへん、よう分からへんっていうか、普通に可愛いと思って買った靴、特にこだわりはないんですけれども、靴を持っていきます。ということでトレーニング行ってまいりたいと思われます。'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with.お水をいっぱい飲む秘訣としては、やったたびに飲む。結構ガチで飲むといいよ。休憩の時間って携帯触りがちやねんけど、携帯触る前に水飲むって思ったら、休憩のたびに水飲むから結構飲むことになる。あとはこういう大きめなボトルに水を入れてくると、終わるまでにこれ飲み切らなあかんっていう意識ついたり、まあ、帰り道歩いてきたりする人とかやったら、荷物をもなるから全部飲み切っちゃおうっていう精神でできるから、あ、ぬぬめ、しんど、ちょっとちょっとちょっと、マジしんどんご、待って、だんご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 、一旦待って、今日ヒップスラスト、いつもってか85ぐらいでやってたんですけど、今日95でやってみたら、マジ診断後、今終わったばっかで、なんかジムの空間におるんがもうしんどいから、とりあえず車に出てきてんけど、ちょっと疲れた、一旦休憩、多分アクセルも踏めへんぐらいお尻やられてる。よく頑張った、よく頑張った、よく喋るな自分。ということで、私はトレーニング終わってからだいたい30分ぐらいしてからプロテインを飲みます。っていうのもちょっと今本当に入れるのもしんどいっていうのと、まあ体がね、今ね頑張ってくれたばっかりで、筋肉の方に栄養って、脳みそも酸素足りてへんから、そっちの方に栄養とか酸素とかいってるから、一旦落ち着いてからプロテインを飲みます。で、まあ朝言ったみたいに、今日はあの下半身トレーニングで炭水化物をいっぱい取る日なんで、お家帰ったバナナを 150g ぐらい取ります。バリでっかいの1本ぐらい、バリとか言わないの。これがね、例えば肩トレとか胸トレの日とかやったら、バナナ 120g とか 100g に調節したりすんねんけど、本当にその時の調子とトレーニング強度によって変えます。ほんで有酸素は、時間がある時にトレーニング後にやります。で、今日は時間がちょっとなくて、カツカツなので、てかね、ちょっとトレーニングしてたらちょっとテンション上がってきて、実は1時間半ぐらいしたんですよね、いつも1時間ぐらいのに。そう、まあ話脱線しすぎ、まあ時間がないので、今日は有酸素はとりあえずなしで、次の予定が終わってから、まあ夕方美容君の散歩ちょっと長めにしたり、まあ有酸素をしにだけまたジムに来ようかなとも思うんですけれども、とりあえずそんな感じ。落ち着いたらちょっと家帰ってプロテイン飲みます。おっ、ただいまんご、バビクシャ、あん、気が疲れちゃった、気が疲れちゃったんですけど、本当に今時間が1時20分になってしまいました。もう2食目の時間じゃないかということなんですけれども、プロテインを飲んでいきます。見て、最近いい感じじゃない、いい感じ。プロテインワンスクープ分とバナナ、今日は150を取ろうと思うんですけれども、固形がちょっと気持ち悪いということでスムージーにしちゃいます。完成いたしました。こんな感じ。これがめっちゃ美味しいのよ。ま、このプロテインがマジでフラペチーノ、このために頑張れる。
とお昼。もう2時45分になってしまいました。ちょっとねお仕事の打ち合わせがありましてですね、ご飯の時間が大幅に遅れてしまいました。結局トレーニング終わってからあのプロテイン飲んでそのまんまです。ということでお昼ご飯、すっごいボリュームだろ。で手よりも大きいサイズ。これは白ご飯 150g で、この間動画でなんぼでも食べていいと思ってる食材、こんにゃくとえのきともやし、あと今回キャベツを入れました。これをキムチとコチュジャン醤油炒めして、これは完全に嫁にいける鶏ハムを 120g と、上に脂質足すために練りごまをかけました。いつもはアーモンドバターやねんけどちょっとなくて。でこれはあのおすましですね、私が大好きな食物繊維。とろろ昆布を、おすましにもう山ほど入れます。昨日さスーパーでこんなん見つけた、パリパリわかめのふりかけ。ふりかけってな1食分あたり脂質 0. 何ぼとかやからいけんねん。やから味変とかちょっと飽きてきたなっていう時にめちゃめちゃグッドだよ。卵かけご飯にもいいし。なんか減った、もう3時あって3食目何時に食べんねんいう話やねんけど。はい、いただきます。おいしい。失礼しました。見てこんなおいしいやろ。まあ、キムチに砂糖入ってるけど全然今の減量初期やったら全然大丈夫みたいなんで、今の私は食べてます。いただきます。これおいしい。練りごまってめっちゃいいで、ごまだれ食べたくなるけど結構それに油足されてたりする。練りごまってほんまにピュアなごまやから良き。脂質ね40取るってなったら結構多いから、アーモンドバターとかアーモンドとか練りごまとか使ってる。うん、デリシャスデリシャス。おい、ピント。私はここだ。という。回ってるよね。うん。ということで、わちゃべさんのトレーニングルーティンはこんな感じでした。あれね、日によって全然ちょっと変わってきたりするんですけど、まあ私はできたらこれぐらいのサイクルがいいなっていう感じです。ちょっとでも参考になればなと思うんですけども。まあ何回も言いますが、私は本格減量してる人間なので、こうやってマニアックになってるんですけど、一般的な健康的な生活とかダイエットとかしてる方は、まあこういうのをしてるんやなぐらいで見ていてもらったら助かります。ということでお次の動画でお会いしましょう。バイバイ。あーかけすぎた。まあいいわ。え、ザクザク。うん、おいしいとか言いながらもう3口目もう食べてる。リアクションやねえ、めっちゃほんまにおいしい。これ買ってみて。スーパーであった、いろんな味あった。なんでこんなちっちゃいスプーンで食べてるかって私もわからん。